新州大谷派竹花別院は、岐阜県羽島市にある新州大谷派の寺院である、道派の別院。家庭元年、親鸞が東国より帰京する際に、三河国に立ち寄り、住民に説法していることを聞いた、尾張国羽栗軍門官省の住人9名が消えし、尾張国羽栗軍規制に草案を建立したのが、始まりとされる。文明2年、蓮女がこの地を訪れた際、 この草案を再考。新加能に移転し、河野御坊と名付ける。当時、この地域では、浄土新州に改修した寺院が多く、蓮女の足跡が多く残されている。慶長9年、京女により、新加能から、美の国はぐり群竹が、美村に移転し、時期は不明だが、潜伏時に解消している。なお、河野御坊の一部は中屋に移転し、河野にシール坊となっている。 宝歴十年、現在地に移転する。文政五年、本堂を再建する。明治十九年、竹花別院と改称する。明治二十四年十月二十八日、農美地震で離災し、道具が倒壊する。仮本堂を建立する。大正十一年、再建される。竹花の富士港の旧門徒とは、尾張国羽ぐ郡軍にある、新蘭・蓮魚に、 ゆかりのある九つの寺院の総称である。河野は河野号のことという。上記遠隔の通り、家庭元年、新蘭が東国より帰郷する際に三河国に立ち寄り、その説法を聞いた門間省の住人9名が帰営し、草案を混流する。文明2年に蓮女が草案を再興し、かつて新蘭の説法を聞いて帰営した9人の門徒の子孫の寺院を、 河野九門と名付けたと伝えられる。河野九門とは、美濃国、尾張国の浄土新州の中心となったという。現在もこの地域の寺院は、河野の字を冠する寺院名が多い。ありがとうございます。